ハリー・ディーン・スタントンはアメリカ合衆国ケンタッキー州出身の俳優である。第二次大戦中は海軍で調理師をしていた。除隊後にケンタッキー大学で演技を学び、1950年代から死去するまで100本以上の作品へ出演した名脇役であった。ケンタッキー州アービン出身。父親は床屋のオーナー兼タバコ農業を営み、母親は美容師であった。 ケンタッキー大学でジャーナリズムを学んだ後、パサデナプレイハウスで演技を学んだ。パサデナではダナ・アンドリュースらと同期だった。第二次世界大戦で沖縄戦へも従軍している。1956年にヘンリー・ホンダ出演の間違えられた男の小さな役で映画デビューを果たす。その後、西部劇などの作品へディーン・スタントン名義で出演。 1958年からガンスモークなどのテレビドラマへも出演してキャリアを重ねていく。脇役が多い中、1984年にパリ、テキサスで主役を演じた。1994年には日米合作のシセーブルタイガーへ出演して中村徹と共演した。トム・ハンクス主演のグリーン・マイルやジョニー・デップが声の出演を果たしたアニメ映画。 団子などへも参加しているほか、韓国出身のキム・ジュンのハリウッドデビュー作品で、アーノルド・シュワル・ツェネッガーの俳優復帰作、ラスト・スタンドへも出演した。出演作品は映画とテレビを合わせ100本以上に上り、中でもカルト的な作品やインディーズ映画などでの評価も高く、これまでデビット・リンチ、ピム・ベンダース、ジョン・ミリアスなど、名だたる監督たちの作品へ出演している。 またフランシス・フォード・コッポラとは友人関係にある。ザ・ハリー・ディーンスタントンバンドというバンドで歌とギターを担当する。日本語吹き替えは主に千田光を青野武士が担当していた。ありがとうございます。